白チュームね。白チューム可愛かったね、もうね。もう本当に可愛かった。なんかもうリハの時もずっと可愛かったわ。うん、もうずっと可愛かったよ。シーシーとリリムちゃん、ずっと可愛かった。お土産買ってこうかと思ったもん、本番。本番前。いっちゃん可愛いわ。なんかもう、なんかお土産買ってってあげようかな、二人にって思うぐらい可愛かった。なんかね、なんだろう。わかる？多分、僕にもし娘ができたらこんな気持ちなんだろうなって。思った。もう本当に可愛かったわ。もう何でもしてあげたくなる可愛さしてた。二人とも。アメちゃんあげようね。よくさ、あるじゃん。おじいちゃんが孫可愛がるみたいな。多分もうね、もう何でもしてあげたいわ。片腕ぐらいなら。片腕、ぐらいなら全然、代償にできる。二人のために。シャンクスの気持ちも、だから同時にね。でもわかるでしょ、この感覚。ちゃんかわいい、マジで。目に入れても痛くない的なね。マジかわいい妹って感じ。こんくらい安いもんだ。いやでもマジでね、なんかこう可愛いあの子の可愛いと可愛いあの子のかっこいいみたいなのが見れたのもあって、なんかね、よかったな。もう可愛いしか言えんけど、ハクチューム、もう二人っぽいというか、だからそういう意味でもやっぱね、際立ってよかったな、可愛かったなって思う。シルブプレジデント、もうね、もう可愛いのよ。もう可愛いのよ、シルブプレジデントね。なんだろう、なんか癒されたね、マジで。ダダダ大統領になったらね、まず、あれもいいな。歌詞もいいんだよな。なんだっけ、大統領になってもね、多分君は変わらないねのとことかも、あれいいなって、なんか改めていいなって思ったりとか。よかったね。あ、よかったんですよ。そこにいた、魔界のリリムが。そこに立ってた。そこに立ってたよ。魔界のリリムという女が。